はいはい、皆様こんばんは、小田誠です。皆様本日はいかがお過ごしでしたでしょうか。というわけでですね、本日こちら行かせていただきたいと思います。こちらなんとフォーカスライトのですね、スカーレットシリーズってやつですかね。スカーレットシリーズですよね。大丈夫ですよね。スカーレットシリーズの新しいマルチチャンネルモデルが登場ということでですね、スカーレットシリーズ、これですね、これもですね、いいって、海外の方はですね、いいって言ってましたね。これね、特にミーシャマンソーっていうですね、ペリフェリーの方がですね、いい時使ってましたね。これの本当、前の前の初期モデルかななんですけれども、これにアックスエフェクスつないでレコーディングしておりましたけれども、こちらですね、でもね、ミーシャマンソーがあれでペリフェリー作って、ペリフェリーのアルバム作っていい音出してるので、いいんだとは思うんですけれども、極論言うとギターの音って結構何でもよかったりするんですよ。そのギターの、私個人的なあれなんですけれども、ギターの音よりも、やっぱドラムの音がいい方が、楽曲の全体のクオリティが上がるんですよ。ギターの音ってまあなんか割と、ドラムとボーカルが音良くて、そこに次にベースかな。で、最後にギターがどう出るかみたいな感じだと思うんですよ。立ち位置的には言うとですね。その自分で自分の曲ミックスしていったりとかですね、してもそうですもん。やっぱりドラムが一番時間かかるんですよね。打ち込みとかでも、打ち込むフレーズとかでも、こうかなとかね。で、ギターも適当にバーってやって終わるんですけれども、ね、なんかもう本当にそういうことがございますので、まあこちらですね、最近のニーズに割とこう合ってきてますよね。最近ちょっと多くなってきましたよね。昔本当になかったな、こういうインも多くてアウトも多いやつ。なんでですね、私はあれですか、フォーカスライトじゃないやつですね、モツのやつを使ってるんですけれども、あれもですね、まあ音はいいのか悪いかで言うと、まあそんなにというか、まあ UAD 慣れしすぎかな。 UAD ってミッドレンジがめちゃめちゃ副業界になるんですよ。それに慣れすぎて、なんかちょっとパリパリした感じに聞こえるなって、持つだと思うんですよ。とか、音が明るい。ちょっと音が明るいなって思います。でですね、こちら見ていきたいと思うんですけれども、こちらですね、まず71,500円ということでですね。で、こう、アウトもね、揃っておりまして、で、これはファン、あるかな、バスパワーでいけるんかな。バスパワーっていうのはあれですね、電源とか別で挿さずにパソコンと USB ケーブルを挿すだけでもうね、起動できるみたいなやつなんですけれども、まあ、バスパワーの方が個人的には絶対いいんですけれどもね、電源ね、何個も取るめんどくさいですから。で、こんな感じのね、もう今風のデザインも売れてますよっていう。もうね、めちゃめちゃ売れてるんですよ。だってもう、ていうか、めちゃめちゃ売れてるんですよ、デザインしておりますし、しかもですね、もうね、第4世代ですからね、めちゃめちゃ売れてるってことですね。めちゃめちゃ売れてるってさ、確かにめちゃめちゃ売れて、だってもうどんだけアップデートされてないみたいなインターフェースあるじゃないですか。まあ、ズームも最近はもうちょっと弱くなってきたのかな、インターフェースムーヤに関しては。一時はですね、何でしたっけ、バーブラウンかな、どっかの、何でした、IC チップかなんかでしたっけ、ADDA が入ってて、まあ、その時は本当に安いやつは、本当安いようとしてた中で、ズームは良かったんですけれども、今はですね、割とこう、やっぱりあれから変わりましたよね。半導体のガリウムができたぐらいからでしたっけ。こう低価格でいいものを作れるようにとかですね、こういうコンパクトに収められるようになってきたんじゃないですか。知らないですけれど、全然知らないですけれども、なんかそんな気がしておりますということでですね、こちらですね、まあ良さそう、見た目かっこいいですしね。これの限定リミテッドブルーとかあったら、まあでもね、やっぱモツのやつがあるので、まあとりあえずはいいかな。ライブの時とかはモツのやつ使ってて、家では私ですね、アポロ、 UAD のアポロ使ってるんですけれども、で、まあこちらがですね、71,500円ということでですね、最近7万円台でこうね、いっぱいって言っても、インプットが8までいける。で、アウトプットは4。アウトプットが4しかないのが、あれなんですよね。例えばですけれども、LR 同期で出すとすると1、2なくなるじゃないですか。で、あと、ドラマーにクリックと、あれを送りたいんですよ。クリック同期を送りたいんですけれども、そうすると、パソコンで音量設定したものをこの3、4に送って、ドラマーに送るっていう感じになるので、もうちょい欲しいですね。クリックはちょっと別回線で送ってあげたいので、アウト、ゴーアウトは欲しいんですよ。まあでもこのオプティカルで拡張できるってなるんですけれども、それだとあんまりね、意味がないので、まあどっちかというとインに特化してるので、ほんとレコーディングをですね、これライブで使うならやっぱり持つの方がいいね、想定してられてるかな。あと、ローランドのなんかいっぱいするやつもありましたよね。とかかなって思います。でですね、こちらですね、第4世代マイクプリアンプ4機搭載で、18入力、16出力の USB オーディオインターフェースということでですね、スカーレット18イン16は、フォーカスライトの最上位機種のレッドネットシリーズにも使用されているプロ品質のコンバーター。そう。最近この ADDA コンバーターですよね、これ多分。そこがですね、結構クオリティがいろんな方が上がってきてるって言ってましたね。一時なんてもう本当にね、20万ぐらい払わなきゃいけないものが最近もう入門用みたいなのについてるみたいな。
て聞きます。で、第4世代のフォーカスライトマイクプリアンプ4機、そして革新的なワークフローを備えた第4世代 USB オーディオインターフェースです。タクロクからスタジオまで伝統のフォーカスライトサウンドが高品質なマルチチャンネル録音を実現しますということでですね。で、まあこれあれですね、 A ダットで拡張できますよということでですね。で、低ノイズでできる、まあ録音できるということなんですけれども、こればっかりはですね、本当にまあ環境に左右されること多いですね。照明のやつも拾ったりしますし、あとまあね、昔のやつだと Wi-Fi の Wi-Fi 切るとノイズ消えたりとかまあございましたからね。で、オートゲインおよびこのオートゲイン機能がまあ物による、本当物によるかなっていう感じですね。ボーカル収録で、ライブとかのボーカル収録っていうんですかねの時とか、結構マイクからこうずっとこうくっついてるわけじゃないんですよ。なんでこう離れたりとかされるとすごい音質変わるじゃないですか。そこがですね、まあ割とこうそこだけこうついたりとかするんですけれども、なかなかね難しいところでございます。で、エアーモードっていうのは30年の歴史を持つフォーカスライトの伝統的サウンドで、音作りをアナログ回路と内部 DSP により、スタジオコンソールおよび伝統の ISA プリアンプサウンドを再現ということでですね、なんか再現してくれてるらしいですね。フォーカスライトの伝統的なあのスタジオコンソールが書いてあることしか言ってないけれど、あのフォーカスライトのですね、あるんですよ、すごい有名なやつ、なんてなんかあるんですよね、それのまあクオリティが出せてるつもりでいますっていうことですね。で、超レンテンシーのモニタリングっていうのがあるんですけれども、これ難しいですね。超低レイテンシー、これね、こう歌っててもこれをですね、なかなか思ってるよりもレイテンシーあるなっていう時もございますね。やっぱアポロになりすぎてたりすると、モツもですね、一応超低レイテンシーを売りにしてるんですが、あんまりそこまで低レイテンシーではないですね。だからプラグインでライブするとかちょっと あんまりあれかなって感じです。で、フォーカスライトのフラッグシップレッドネットシリーズと同等の、ADDA コンバーターを搭載ということですね。ここが結構売りかもしれないです。で、この 122dB のダイナミックレンジっていうのがですね、結構いいかもしれないですね。これがね、いいかもしれないです。わかんないですけれども、良さそう。で、PC やモバイル機種から設定をコントロールということで、最近多いですよね、こういう。まあ、というか、そもそも PC から接続してるんだからコントロールさせろって感じなんですけど、モバイル機種からもできるということでですね、その、これセットして離れて、客席から聞いて、ちょっとここ上げたいなとかも、まあ、できるよということでですね、あとモバイル機器からできるということなのでですね、自分のところに PC を置いておいて、ドラマのところにこの、まあ、iPad か何かを渡しておけば、それで自分で多分コントロールするので、LR のバランスとか、あとクリックのバランスとか。だから、そういった意味ではですね、これはいいですね。で、2系統のヘッドホン出力モニタリングということでですね、まあ、アーティストと、エンジニアの2人がモニタリングできますと。で、AB スイッチで簡単にスピーカーを切り替えられるということでですね、ね、スピーカーの切り替えやっぱ欲しいですね。私もですね、一応モニタースピーカー使っておりますけれども、で、普通のオーディオスピーカーみたいなやつもあるんですよ。一応、サウンドコア、アンカーのですね。アンカーのやつとかでも確認するときに使いたいなっていうので、でもまあ接続をアナログで切り替えてるので、それが簡単にできますと。で、入出力のリアルタイムメーター表示で、表示も、あ、確認も楽々ということでですね。確かにこの UI が見やすいんですよ。モダンで。いいですね。それがいいですね。で、使える音楽のソフトウェアがついてると、プロツールザアーティストというですね、まあ体験版みたいなもんかな。タービルトンライブですね。がついていると。で、プロセッサーエフェクトプラグインが付属しますということなんですけれども、まあ、私ですね、プロツールスの LE ですね、以前使っておりまして、あれにどんどん入れていくっていう形でも全然いいと思います。まあ、ただ、今はね、Mac 使ってる方はロジックがやっぱ圧倒的にコスパいいので、そっちの方がいいかもしれないですね。で、イージースタートツールで簡単にセットアップということでですね、ほんとね、これね、なんかややこしいやつたまにありますからね、さしても認識せえへんかったりでドライバー入れて、でも認識せんかったりとかですね、なんかあるんですよ。で、いつの間にか認識されたりに、あれこれ何やったんやろみたいなね、とかありますね。昔のやつなんかもっと大変やった気がするな。で、まあ、大体ですね、その日本の公式サイトとかに、典型的なトラブルシューティングみたいなのが載ってたりしますので、まあ、そちら拝見されてもいいかもしれないですね。で、18216はですね、I16、レコーディングが作曲を行うアーティストのために設計されたオーディオインターフェースです。フォーカスライトインターフェースの最上級機種のレッドノートシリーズに使用されている、これですね、コンバーターと、69dB のゲインを誇る、第4世代マイクプリを4機搭載し、ダイナミックなパフォーマンスを正確に捉えることができます。また、オートゲインとクリップセーフモードが、レベル調整を自動
消化するため、演奏に集中しながら安心してレコーディングができます。さらに豊富なアナログおよびデジタル入出力を備えているため、さまざまな楽器やプロセッサー、エフェクターを同時に接続可能です。複雑なルーティングも、フォーカスライトコントロール2ソフトウェアを使用すれば簡単に設定でき、 18i16 は、ダウトハードウェアを統合する理想的なハブとして機能しますということでですね、まあ良さそうというか、まあいいんでしょうね。こんなん第4世代も言ってるインターフェースってなかなかないですからね。同じものでいいんだと思います。でこれとあと 16i16 っていうですね、裏の表示はインプットが6になって、アウトプットは変わらず4のままということでですね、一応アウトがやっぱ6は欲しいな。でもたまにですね、このヘッドフォンの1、2ってやつを1のステレオ、2のステレオって感じでできるやつもございますので、そうすることによって1、2、3、4で5、6、7、8、一応8アウト取れるようにできるやつもあるんですけど、これはちょっとわかんないですね。 UAD はちょっとそれができないんですよね。そのアポロのデュオとかはそれができないので4アウトっていう感じだったんですけど、でこれが一番上のやつかな、 18i20 ラック式の方ですね。まあラック、これはまあなくてもいいかなと思うんですけれども、何も持ってないっていう方はまあフォーカスライトか、もしくは SSL のまあフォーカス、これはやっぱり SSL みんないいっていうから SSL なんですけど、これももしかしたらですね、来年ぐらいにこれ実はいいらしいよっていうのが出てくるかもしね、そういう情報が出てくるかもしれないです。というわけでですね、本日こちらですね、スカーレットシリーズ見ていきましたけれども、まあね、ほんと最近は低価格でいいものが多いですね。中堅系がですね、もうちょっと頑張ってくれないと、まあ中堅系売れないんでしょうね。いっそ買うならめっちゃ高いやつか、持ち運ぶならまあ安くてもいいやつみたいな感じの選択肢になりますからね。どこまで行っても多分そうなんじゃないですかね。というわけでですね、本日の動画がよろしければぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、 X と Instagram の方もやらせていただいておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょう。